えー、はい、えー、こんにちは。お昼休みです。あの、ずっと今、仕事がちょっと、あの、ひ、えと、ー、山超、えー、えましたもんで、えっ、ー、と、今朝ね、朝、あの早起きして、コンパイラーの改良したんですよ。えー、イザやスリスプ、えー、ですけども、あの、こういうやつね、ちょっとややこしいやつ、インタープラットではちゃんと動くんですけども、これがね、コンパイルすると、まあ、前は一応動いたんだけれども、 えー、今回、スッキリしたのに書き直しましたのご紹介です。えー、これね、M ひろイさんからご指揮を受けてね、ちょっとややこしいんですよ。あのコンパイラーでやったときに、えー、この a の値がおかしいよということで直したんですけども、えー、この a というのは、レッドで生成されて局所変数でして、 でラムダ式の中においては A というのは束縛されてないのでラムダ式の引き数は X ですから、えー、自由変数になるんですねで。こういう自由変数につきましてはあのクロージャーの性質としてそのラムダ式に値を保持させておくんですよ。で副作用を伴うようなあー設定級ですね、あれば えー、そのクロージャーに押し込めといった10、えー、変数を書き換えるとこの辺まではやってたんですけども、えー、それで、えー、それがラムダ式の外に出た後もそも副作用が残ってないといけないんですね。えー、で直したんですけどもねあの時はのパタパタとータリり的に直してで今回ラムダ式のコンパイラーを見直してたらなんか全部無駄なことしてるなと思ったもんですんですで、えー、すっきりとあの直しました。 えっとね、コンパイル、コンパイラーですけどもね、ここだな、ここです。えー、直したのはここでしてね、えー、っと、クロージャーがあーフリーバリアルブルを持ってない時です。つまり、その、えー、クロージャー、ラムダ式から一回抜けてしまうと、10、えー、変数っていうのはもうあのなくなりますんで。 でその時に備えてラムダヒストリーってところに、えー、とそれまで生じた、えー、ラムダ式とそれの中における10変数っていうのをコンパイラーが記憶しておくんです、えー、そして局長、えー、変数を見つけた場合には、えー、ちょっと待ってよとこれひょっとして前に使われてた10、えーえー、変数ではないのかっていうふうなのをチェックしますここからそうなんですね でチェックをしてもしそうなのであればあのどこのラムダ式で生じたものなのか、えー、ヒストリーというのはそうなんですけどもそれからルートっていうのはその時の,そのラムダ式の根っこにあるあの大元のラムダ式ここに10変数の値保持されてるものですのでその値変数名それから、えー、フリー えー、っていうのはそのそこにおける10変数のあシンボル名ですね、えー、そういったものを、えー、探し出してきてでそれを元にしてラムダ式の外に出ちゃった後も、えー、そういうものを見つけたらばあの副作用後のあーその黒塾に保持された値を参照するというふうなコードに書き換えています、えー、ちょっと具体的にやってみますね。うんと バグえー、どこ行った、えー、これですこの「ふ」という関数ですえー、っとねえー、コンパイルするとこうなりまして、えー、コンパイルしたやつを 読み込ませませしたでこの「風」という関数に例えば3を渡しますと3が変わります。これ中で何やってるかというとレッ,ドレッドで局所変数 A が生成されてこの初期値はゼロなんですね。でところでラムダ式で A が参照されてそこに「風」の引数3が渡りますから A の値は3に書き換わります。でラムダ式を飛び出してレッド式の末尾の A を参照した時には0、えー、ではなくて、えー、副作用後の3が参照されてないといけないとこういうことなんですね、えーまあ、5, でも5だったら5が返ってくるとでこれを <laughs> えとコンパイラーにうまくやらせるというんでさっきのところのコードになったということです前の、まあね、やっのはねななんか非常に無駄なことやってたんだけどもんもっと簡単にできるはずだよなってんで えー、直したんですけど、まあ、この辺りがそのコンパイラー作りのリスプコンパイラー作りの面白いところですねあの人間の最初のアイディアっていうのはやっぱりこうとりあえずうあの動かなきゃいけない動いてほしい点で割と無骨な感じになっちゃうんですけどもいろいろ改良していくうちにあなんだもっとうまい方があるじゃないかっていうのは思いついてくるもんですんで、えー、そんなので、ね、洗練させていくっていうのも、えー、処理系作りコンパイラー作りの 醍醐味かななと思ってます。えー、あの何か参考になればと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。